さあ皆様方、まだまだ戦を続けてまいります。先ほどの忍びの忍術に釣られて、また多くの方が集まりました。この皆様のお力、我らの演武にもぜひともお借りしとうござる。助けた、おう、賢く気を皆であげてまいろう。おう、勝ちの人は勝ち戦を願ってあげるものにござりまして、右手の拳を大きく掲げ、えいえいおー、えいえいおえいえいおと、みたびあげるものにござりまする。皆様方にはこのえいえいに続きおームームを一緒にやっていただこうと思います。それでは練習いたしたいと思います。皆様方、右手の拳を掲げてください。後ろの方もお願いいたしますぞ。皆様であげますからな。ありがとうござる。それでは参りますぞ。ちょっと待ってよ、まだ上げとらんものおるよ。あげてあげてよ。目がしておりましょう。これは納得するまでわしは勝ち時をあげん。よし、整ったようじゃ。よし、それでは参りますぞ。皆の者、勝ち時ジェストリー。えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。ありがとうございますね。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし物の不集団、本日は現世という戦国で生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。
死神に呼ぶ一番槍の誉れとともに振るう穂先は民のだ。我こそは槍の的前田又左衛門としえなり。この才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし全国一の出世頭豊臣秀吉。さあ見逃し、わしが見えたら笑顔で手を振ってちょう。どうじゃ、あの笑顔の意味分かっとる？笑顔で振ってちょう。元気は振ってちょうよ。我々小さな子も振ってちょう。はいはい振ってちょうよ。はい、ありがとうさあ。うわあ、逃げるが勝ち。わしの勝ち。おめえたち夢持つなら土井で耳持ってちょうでや。みなのし、わしと土井で耳を前戦国一の出世頭わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、負けるな負けるな。その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。かねてに波動を全うした天下人、織田信長。天の内を比べれば夢幻のごとく、ひとたび勝負を受け滅せぬものあるべきか。我が名は第六天魔王織田信長である。なお勝利の舞いじゃ、勝ち時をあげよ。はっ、名古屋とここに集まりし皆々の幸せを願って勝ち時じゃ。それえいえい、あえいえい、あえいえい、あ我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、はい。
ました。我らの演舞いかがでござったか。ありがとう参上。はい、ありがとうございます。いやー、この目は非常に多くの人で賑わっておるの、秀吉。そうじゃな、なんと世間では黄金週間なるものに突入しとるということで、今日がなんと2日目ということで、2日目、現世では10連休を今から謳歌していこうということで、よく名古屋城に来てくれた。そして我らは名古屋おもてなし武将隊というのじゃ。さよう。日々ここ名古屋城にて皆々をもてなしており、同日祝日はこのように演舞なるものを披露しとるんじゃ。ということはじゃ、祝日10連休ってことじゃろ。おう、10回連続我々演舞やるんだ。これは信長さん、我らが蘇ってなんともう10年目になるんじゃが、初めてでございますさ、10年目で10連休です。そういうことだから10連という。ただ我らは400年前の人間が故に、今の労働基準法は規定外です。全く問題ない。現世に戸籍というものは一切ございません。言っておくは誰も働かされてはいない。そういうことなんです。我らは好きで来とるでな。その中にあの労働監督基準局がよるかもしれんから。でもわしらは大丈夫、大丈夫。なるほど、よし、これで大丈夫。ちなみにこの度名古屋以外から来たよ。注文どれほどおるんじゃ。おーよー、やはり黄金週間、多くの者たちが東京から来てくださったということで、ありがとうございます。そして名古屋以外から来たよというもの、名古屋以外から、あー、おー、じゃじゃ、ありがとうございます。なぜ一瞬手を挙げるのをためらって。そうです。これはもう多分たくさんの者たちがこの全国に集まっとるということで、ぜひ今から写真撮影会を行いたいと思う。では改めて忍者タイヤ入ってまいれー。はいはいはい、ようこそ。ありがとうございます。そして我らが皆さんに見せたいのはこの10周年と、そしてこちらじゃ、ようこそ名古屋へということで、よう来てくれた、ありがとうござる。では信長さんは真正面から、正面から撮ってまいる。しかとそのからくりに収めるがよい。写真撮影いざ開始。1つ2つ4つ、いつしまいじゃ。しかと納めよう、大丈夫か。ではこちらが甘い。さあ、我ら10周年ということで、なんと新しいことを始めた。それが何かというと、なんと我ら武将本人がツイッターをやりだしたぞ。名古屋おもてなし武将隊で調べればすぐ出てくるね。みなみなフォローいたせ。さあでは参る。お、1つ2つ4つ5つ、しまいじゃ。ありがとうございます。さあ反対側参る。準備しとったか。この度は業産フォロワーが増えそうじゃの。そうだな、これだけおればさよ。ただ見るだけではなく、フォローというものをいたせ。のぞきみの定期行動になります。それでは参る。1つ2つ3つ4つ5つ、しまいじゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあこのうち忍者隊はどういたす。は、我ら忍者隊はこの後皆様方から見て、右手のすいておる方、空いておる方でお写真の対応していこうと思います。ぜひとも声をかけてくださいませ。お願いでは服部半蔵忍者隊、大義であった。3、これいる？信長様、今徐々に後ろの方からこの人の群れからはぐれていく者たちが徐々に。人の群れからはぐれていく者は。ああ、帰ったやつはみんな顔を覚えてるから。いや、帰った者たちをフォローいたすは許すねな。それでフォローしてなかったらもう知らん。気づいた。そしてぜひ今まだ残っている者たちに何か褒美を。おいじゃな、写真撮影第2弾でよ。さあまたさ、説明いたします。それではこれより好きな武将と写真を撮れるここを設けてまいるが、こたびは
田から見て左手側は豊臣秀吉もしくはわし前田利家いずれかの武将と相なる。そうなんじゃ。この中におるおよそ9割以上の者がわしと取りたかったか。いや10割にございます。わしは別の戦場があるゆえにこたびは退陣。わしとどうしても取りたいよという者は午後2時半よりの演武に参るがよい。はっておるぞ。ということでこたびはこの2部将いずれかと写真を撮れる国を設けてまいるでな。ゆえに今皆が立っておるところに2つの列を作ってまいる。ゆえには今後ろで立っておる者たちはそれぞれ左右列を連れてもらいたい。